後引ひきみ関は、駿河国井原郡にあった関所の名称。後石踏みのある清見寺の時点によると、天武天皇在任中に設置されたとある。その地は、清見方へ山が突き出たところとあり、海岸に山が迫っているため、東国の敵から駿河の国や京都方面を守る上で格好の場所であったと考えられる。清見寺の創立は、 その石車を守るため近くに小道を建物像を安置したのが始まりと言われている。1 0 2 0年、和佐国から経営の旅の途中この地を通った菅原高生女が後に記したさらしな日記には石屋どもあまたありて海まで国抜きしたりと書かれ、当時は海中にも柵を設置した堅固な石所だったことが伺える。その後、 清見関に関する記述は、あず鏡や平家物語の中に散見し、当地付近で合戦も起きたが、鎌倉時代になると、律令制が崩壊し、経済基盤を失ったことや、東国の統治が進み軍事目的としての意味が低下したため、関所としての機能は、廃れていった。設置された頃から、継承地である清見方を表す枕言葉、代名詞の名称として利用されてきたため、 捨てれた後もこの地を表す地名として使用された。ありがとうございます。